JR 松山駅のね、あの周辺のね、デザインをされるね、福建乾コンソーシアムっていうのがあるんですが、このね、福建っていうのはあの会社なんですよ。で、乾っていうのはね、乾さんっていうね、方でして、これはね、あの延岡駅の、ね、デザインをされた方なんですよね。バスタというのはね、有名なバスタ新宿とかあると思うんですが、まあ、それと同じバスタのプロジェクトなんですよね。で、それがね、まあ、松山でも、まあ、やったらどうかみたいなね。で、これ国土交通省のやつですので、まあ、いったら国のやつなんですよね。だから、まあ、あのかなりね、負担が減るんですよ、こういうの。松山市と県の、ね、図書館をね、今ね、あの一体化して JR 松山駅 の、 あの裏にあったね、車両基地で、間違えた、車両基地のところに、でっかいね、あの県の、県と市のね、合わせた図書館をね、そこに作ろうかっていう話があるんですが、そこで、まあ、そこぐらいしか空いてないんじゃないかと思うんですよ。皆さんこんにちは、長方形です。はい、愛媛県松山市からお送りしているチャンネル長方形ですが、今日はね、2022年の3月の26日です、土曜日なんですが、まあ、本来であればね、撮影に行こうかなと思ってたんですが、あいにくのね、雨模様ですので、今日はね、ちょっと車の中からお送りしたいと思います。まあ、たまにはね、こんな感じで、ホリエモンみたいにね、こんな感じでやるのいいんじゃないかと思うんですが、今日の話題はね、バスタ松山のね、プロジェクトについて、ちょっとね、やっていきたいと思うんですが、バスタ松山ですね。まあ、これがね、多分ね、公に出てきたのはですね、2021年、去年、ですね、去年の5月頃にあったね、松山駅に間違いだったかな、それの中でね、出てきたんですが、まあ、バスタというのはね、有名なバスタ新宿とかあると思うんですが、まあ、それと同じバスタのプロジェクトなんですよね。で、それがね、まあ、松山でも、まあ、やったらどうかみたいなね、やったらどうかっていうか、まあ、やるかどうかは別として、そういうのが今トレンドに来てるんですよっていうね、そういう話題がね、来ました。で、これ国土交通省のやつですので、まあ、いったら国のやつなんですよね。だから、まあ、かなりね、負担が減るんですよ、こういうのやればね。で、バスタというのはね、まあ、自動運転とかも入ってくるようで、なんかもう、未来の交通なんですよね。だから、まあ、これからね、松山駅を、ね、再開発していくんであればね、まあ、そういうのもね、まあ、取り入れた方がいいんじゃないかっていうふうになってはいたんですけども、まあ、その去年のね、5月の段階ね、2021年の5月の段階で、まあ、そういう話題が出てからね、まあ、そのね、バスタ松山に関する話題で一切出てこなかったんですが、なんかね、まだね、ちゃんと生きてるようでして、確かちょっとね、いつだったか忘れたんだけど、ですけども、なんかね、今度なんか会議があって、その中でもバスタの重要性についてみたいなのが、なんか話されるっていうふうにね、どっかに書いてありました。これ確かね、なんかウェブかなんかで申し込みできるんだったかな、ちょっと忘れたんですけど、あとはですね、JR 松山駅のね、あの周辺のね、デザインをされるね、福建乾コンソーシアムっていうのがあるんですが、このね、福建っていうのはあの会社なんですよ。で、乾っていうのはね、乾さんっていうね、方でして、これはね、延岡駅の、ね、デザインをされた方なんですよね。で、調べたら出てくると思うんですが、で、その方、まあ、コンソーシアムというのは共同体という意味なんで、まあ、福建さんと乾さんとかですね、まあ、コラボっていうかですね、まあ、共同で松山駅の再開発というか、あの辺のね、まあ、駅のデザインとかね、まあ、そういうのをやっていくということです。で、乾さんはまあデザインをされますので、まあその交通に関することはね、あまり詳しくないとおっしゃっていました。これはですね、YouTube でね、そういう動画が公開されてるんですが、そういうところはまあ福建さんに、まあちょっと一緒にやっていこうかなというふうになってたんですが、バスタですね。一応その中でバスタのね、話題も出てきたんですよ。これ YouTube で公開されてるんですけども、で、そのね、バスタやるにはね、ちょっと土地が足りないかもしれないっていう話をしていました。だから確かにね、急にね、去年出てきた話なんですよね、バスタっていうのは。なのでね、まあ、急ぎではあるんですよ。で、しかも一応松山駅ってもう24年にはできる予定になってますんで、JR 松山駅ね、もう急いでやんないといけないんで、その中でバスタ組み込んでいかないっていう中で、まあ、よく考えたら意外とスペース足んないかもしれないねみたいなって話が出ました。で、ただね、まだね、バスタについてはね、まあ、やるかやらないかは分からないけども、まだね、シャドウその計画っていうのは残ってるみたいです。まあ、なんで、これもね、なんかのね、なんていうかね、まあ、
っていう言い方はちょっと変ですけども、で本来であればね、愛媛国体、2017年のね、愛媛国体、笑顔は君のためにあるってやつあったじゃないですか。あの愛媛国体の時にできてないといけなかった、松山駅像なんです、JR 松山駅なんですが、まあ、それがね、まあ、用地買収とかいろんなことが遅れてしまって、まああのね、2024年ぐらいでできる予定ではあるんですよね。でその中でふっと湧いてきた、まあ、現在ねふっと湧いてきた、あのもうね一生懸命工事してる中で、用地買収もできて工事してる中でふっと出てきたバスタというプロジェクト、これがね今後ねどうなっていくかというのはね気になるところなんですが、まあ、可能性としてあるんであればね、松山市と県のね図書館をね、まあね、あの一体化して JR 松山駅の、 あの裏にあったね貨物の、ところですね、貨物というか車両基地で、間違えた、車両基地のところに、でっかいで、県の、県と市のね、合わせた図書館をねそこに作ろうかっていう話があるんですが、そこね、まあ、そこぐらいしか空いてないんじゃないかと思うんですよ。なぜかというとね、あの駅のね目の前ね、つまり西東口の方なんかはですね、まあ、交通量も多いわけなんですよね。で西口の方に向かって、大きな道路が整備されて いきますので、まあ、西口の方にねそういうバスとかで、ね、裏側に作る方がね裏の発展になっていいんじゃないかと情報機関は思っています。で、まあ、この図書館についてなんですけども、ね、まあ、市の図書館って言ったらね、まあ、コミセンですよね、松山市総合コミュニティセンターで、県の図書館って言ったら、お堀の中にあるね、長方形がよく行く、愛媛県立図書館だったから、あの日陰の方、日陰のね、愛媛県美術館の裏側になっちゃったんですけど、その愛媛県美術館ができてね、めっちゃいつ行ってもジメジメしてる県の美術、県のね、図書館ですね、まあ、それをね統合しちゃおうっていう話なんですが、私多分そうだと思うんですけど、あのね、長方形としてはですね、こういうね図書館っていうのは、あのね、割と散らばってる方がいいと思ってるんですよね。まあこれね、シムシティとかねやってる方とかであればわかると思うんですが、あの図書館っていうのはですね、まず地域の中で利用しやすい場所であるのがベストだと思うんですよね。だから例えばですね、あの今ね小見線の近くにあるね、住んでらっしゃる方が小見線の方にね、まあ、図書館に、学校終わった後とかね子供たちが行くわけじゃないですか。でそれがね JR 松山駅の裏側にできたとしてね、そこに統廃合されたとしてね、果たしてそこにいた子供たちがそこまで行くのかっていうね、ところがあるんですよ。でっかいものを豪華なものを1個作ればいいっていうのはね、まあなんか、ね、この際だからね統合しちゃおうっていうのは分かるんですけども、まあ、経営のこともあると思いますので分かるんですけども、なんていうかね、私はね、あのいろんなところに小さいながらでもいいから図書館というのはいくつもある方がね、私は好きなんです。なので、でしかもね駅の、ね、周辺に作るってことはね、交通量も多いわけなんですよね。で学校帰りの子供たちがね図書館行ってくるって言って、その駅のねあのど真ん中に図書館があったらね、あの親としてもね、なんか行かせづらくないですか、そんなところに。小見線だったらなんか裏じゃない、まあ一応裏なんでね、行かせられるってのは分かるんですけどね、県の図書館だって、あの一応、まあ、ね、堀の中っていうね交通量少ないところですので、ということで、まあ、今回はねこういう話でした。あ、ちょっとで、ね、もう金山についたのでね、これでお話終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではさよなら。